はい。東内です。それでは今日は、ドラッカー霊言の新刊本が出ましたので、その解説です。PF ドラッカー未来社会の指針を語ると。これは先日ですね、7月29日に霊言が取られた直後に一度、簡単な紹介をしていますが、 5月5日付で前書き後書きがオーカー総裁から書き下ろされてますのでそこを含めてですね詳しく見ていきたいなと思っています、まあ、つまり前書きでオーカー総裁の書き下ろしがあった後にドラッカーの霊言ですからここでエール・カンターレとドラッカーのコラボという形になっているのがですねこれがこの書籍で学ぶ意義なんですね で特に今回は国内に論点を絞ります。海外に向けてもですね、いろいろ提言されてますが、特にアメリカに対して提言があるんですけれども、まあ、国内に絞ると。なぜかというと、後書きの中にですね、こういう施設があるんです。生きようとして戦い抜いた者の,のみが生き残る。そんな時代が迫っていると。 これサバイバルのことですが、えー、我々自身が生き抜いて、こう、戦い抜いて、生きようとしなければいけないので、それは国内の問題ですよね。で、さらに実践が大事になる。だ我々が実践できることということに絞ってですね、お話をしようと思っています。ですから、トランプさんには、あ別ッですね、中国と戦っていただきたいと。まあ、そういうふうな論点があるんですが、それはちょっと置いておいて、 我々も未来を作るために戦わなきゃならないと。何と戦うのかと。まあこういうところから話が始まってまいります。で、前書き、後書きのポイントはですね、ズバリ統制経済の怖さですね。今、自宅巣ごもり軟禁が続いているわけです。ですから、店は閉まって、 学校に子供はおらずに、公園はロープで封鎖されてると。で、マスコミはですね、その政府の方針に従って、えー、今日もですね、あの、13の特定警戒都道府県に関して、えー、NTT ドコモがですね、発表して追跡した人出の変化について詳細に述べてるわけですね。で、東京は連休に比べて人出が戻っていますと。 東京大手町はもう992.3%、えー、10倍になってますと。それから東京の霞が関も999%人が増えてますと。だから、人に、人手を減らせと、お役人さんが言ってるのに、お役人のお膝元です。日本で一番人が増えてると。えー、こういうことを言って、もう細かい数字まで全部公表してますね。 だから東京の霞が関は8割減らせと言ってるのに今57.3%しか人が減っておりませんとかですね。えー、ま、こういうことを毎日のようにいい報告して、ま、これ統制してるわけですよね。動けなくしてると。で、前書きでは、ここ1、2ヶ月の間に、このまま続けたらここ1、2ヶ月の間に大量倒産と失業者が出て、 日本経済も世界経済も真っ逆さまに地獄の外へ、そこへと落ちていきそうであると言われているわけです。だからつまり、かつての共産主義諸国の統制経済の恐ろしさが今蘇ろうとしているわけです。で、さらに、首相の頭がいいか悪いか一つで、一千万人単位の失業者、 何万人もの自殺者。それから大企業から零細企業まで数十万件以上の倒産も現実味を帯びてきたということなんですね。数字に注目してほしいんですけど、1000万人単位の失業者が出るということは、今就業人口が6700万人ですから、だいたい5人に1人ぐらいが失業するような状況が生まれようとしてるわけです。 それから、会社の数は全,全部で380万社ですけど、その中で数十万社が潰れたら、まあ10個に1つぐらい潰れる感じのイメージです。それが6月末です。来月の末ぐらいにはそういう状態になりかねないとこまで来てると。この実感をまず得ていただきたいんですね。だから前掛けでそこを強調されてるわけです。で、 それだけ重大な決断をもうトップダウンで今、首相官邸とか、ま、あるいは東京都知事あたりも一緒になってやってるにもかかわらず、首相や知事が専門家に検討してもらうと言い続けてるわけですね。で、これは何かというと、責任を振り返っていることであると。そういうやり方にはもう限界が来てると、後書きで言われてるわけです。 なぜならその専門家というのは感染症の専門家、感染医ですからで。感染医はこの強行の認識ほとんどないわけですね。で、あってもよくわからないんです。で、実はこの感染医のこの副座長ぐらいからも異論が出てて、我々は感染のことはわかるけれども、経済のことがわからないので、だから経済の専門家もぜひ立てて、政府は 我々医療感染症の専門家と経済の専門家の両方の意見をまとめて総合的に政府で判断してくださいとずっと提言してるそうなんですよ。だけど政府の方は何とかしようと言ってて全然動いてないらしいんです。なぜか。両方の意見を合わせて総合的に判断したら自分の政府自体にせん判断責任が出るからでしょう。う その責任取りたくないから、だから専門家の意見聞いてる聞いてると言ってるわけでしょ。こんなんで今日本の国が動かされてるということを知ってください。だからこれに対して前書き後書きで、こう鋭く継承を鳴らされてるわけですね。だから今必要なのはね、そんな責任逃れのせせ政治家じゃないんだと。だから多くの分野に対して見識を持って決断して、 責任を取るリーダーが必要なのであると言われているわけです。だから、エルカンタレだったらどうするかということを聞きたいわけです。松下幸之助だったらどうするか。幸之助先生だったらですね、もうある程度の被害2割はもう見切って、もうみんな、あリスクを取って仕事に戻りなさいと。そして会社を潰しちゃいかんと。いうことでどんどん経済を復活させていくだろうと。こういうことをするんですが、 そういうことできてないわけです。責任取りたくないから。で、専門家に任せる。それは感染症でしかない。こういう状態だということが、これが統制経済の恐ろしさなんだということを前書き後書きで言ってるわけです。これが第一論点。で、第二論点はですね、本文の中で、統制を破っていく人が生き残ると言われてるわけです。 だから、この統制経済は破っていかないといけないんですね。破った人だけが生き残る。これをよく知っていただきたいと思います。だから、この不強化に、この統制を破っていく中で、全く逆説的に成功する人が出るでしょうと。で、そういう人がぐんぐん伸びていく中に、それを容認する社会にしなければ持たないと言われているわけです。 これは我々にも関わってくるわけです。だから、その、こういう時に稼いで大きくなっていく人間をけしからんと言って引きずり下ろすような嫉妬社会をやめて祝福社会にしないと持たないと。そういう人が出てきたらヒーローとして拍手しないといけないわけです。そうしないと、全部が救済対象になる。確実になると。みんな落ちていくと。 この救済対象というのは、これはもう政府からの配給で生きていくような貧しくて不自由で暗い生活が待ってるわけですね。だから、とにかく今は何でもいいから、このこういう不況の中からも頑張って起業家精神を発揮して、新しい松下とか、新しいソニーとか、新しいトヨタとか、 こういったものを出さなきゃいけないと。で、そういうところはみんな新しいアイディアを出していって、そして儲けるところはどうぞ儲けてくれと。これがドラッカーの考えなんですね。だアイディアが出てこないと、こういう時逆風の中でチャンスはつかめないわけです。アイディア増強なんですね。で、このアイディア増強して大きくなってくるところが、ケのコのように伸びてくるところが出たら、これを、 祝福すべきなんです。その伸びてこようとする竹の子をすぐに潰しに行っちゃいけない。そういうふうな世論を作っちゃいけない。だから我々自身のマインドも問われてるわけですね。で、なぜなら、そういうふうに大きくなったところは、竹の子はぐーんと伸びます。伸びてくれたら、今度は多くの人を雇ってくれるようになるわけですね。ここでたくさんの人が豊かになっていくわけです。またその会社自体が雇わなくても、 そういうところがこうやって伸びてくると周りに小さなタケノコもいっぱい生えてきてその相乗効果でみんな何らかの恩恵をこむって社会全体が豊かになっていく助かっていくそういう状態を作らないといけないとドラッカー先生はおっしゃってるわけですだからここで思い出すのはカニバケツの例えですねだからバケツの中にカニをいっぱい入れると頑張って這い上がろうとするカニが出てきたら みんななんかそれを後ろ、下からこう引きずり下ろす。引きずり下ろして、結局誰も出れないようにする。これじゃダメで、出ようとするカニをむしろ下から押し上げてやって、このカニが外に出たら上から引き上げてくれるから。これ引っ張り上げてもらえと。一匹出たらそれで引っ張り上げてもらえる。二匹出たらもっと引っ張り上げてもらえる。これがカニバケツのこの正しい解決の仕方なんですね。 だから、日本だって、もっと稼げる人はいっぱいいるはずだとドラッカー先生おっしゃってます。もっともっと稼げる人はいるんだけど、統制で抑えられてるから。だから出れなくなってる。で、出てきたらすぐみんなで潰そうとする。検察が出てきて潰そうとする。マスコミが出て潰そうとする。一般人が密告して潰そうとする。世論全体で潰そうとする。それやめなきゃいけないと。そして、 統制で今抑えられてるから、せっかく出ていこうという人がいるのに、抑えているのを解除すべし。ということなんですね。だから会社は大きくして、儲けれるところはどんどん儲けて雇ってくださいとで。この方向に持っていくしか方法はないと、ドラッカー先生はおっしゃってるわけです。これが、統制を破っていく人が生き残るという第二論点ですね。とっても大事なことです。 そして、第三論点。じゃあ、どういうところが大きくなるのかというとですね、それは、心理企業が大きくなるんであると。つまり、信仰に基づいた企業が一番信用されて、信用のあるところに富が集まってくる。信仰に基づく信用の創造ということが言われてるわけですね。ですから、今、政府や日銀のやり方はもう、 信用の限界が来てるとおっしゃってるわけです。どういうことかというと、まあ財政出動をして、そして株価を上げて、マクロで経済を動かせると思ってですね、お金をジャブジャブ上げて、実体経済どん,どんどんどん下がって壊滅的になってるのに、株式市場だけお金を日銀から入れてあげようとして、こんなんで回せると思ってるけど、そんな信用はもう限界が来て、もうペシャーンと潰れる直前だとおっしゃってるわけですね。 だから、そんなんじゃなくて、健全に全体を上げていくのは、そんな政府が財政出動、日銀とかしなくて構わないと。そんなの動かなくていいですと。そうじゃなくて、民間自体が今後発展するという予想さえ立てば、そこに健全に富が集まって全体が上がっていくと。だから、会社が成長する予想が立つということが何より大事なんだと。で、 どういう企業が成長するかというと、まあ、さっきも言ったように、真理に基づいて、ユートピア作りをするような会社が成長するんです。ユートピアを作ろうとする会社がですね、しかも真理に基づいていれば、神様の光を受けて、世の中を素晴らしくして、人々を救おうとするから、そういうところが成長するんだという、こういう世界を作らなきゃダメだと。だから、これからの企業はですね、 私のところは心理企業ですということを信仰告白することによって信用がついて、そしてみんなから買ってもらって投資してもらえる。そういうところが大きくなっていく。こういう循環を回さないとダメだと。ヘルメスの循環ですよね。血液が循環するようになっていかなきゃダメだと。だから繰り返しますが、これが信仰による信用の創造なんです。 で、信用が生まれたところに富が集まってくるんです。信用に富が集まるから。だから信仰は信用を呼んで、そして富を呼んでくるわけですね。だから、まあ、繰り返しますが、その、ものを買うときに、あ、オタクの会社は、真理に基づいてるんですね、と。だったら信用できると。だったら、二つ商品があったら、真理に基づいてる方を買いましょう、と。こういう人がたくさん出てくるような社会です。で、そういう企業が伸びていく。 こういう社会を作らなきゃダメだと。だから、仏法真理に基づく経営学が必要なんです。どういうふうにやったら仏法真理に基づいた経営ができるのか。それがしっかりと浸透して実践されていって、そういう会社が伸びていく社会を作らないといけないと。これによってのみ、経済が健全に反映して、そして人々にもそれが回っていって、 豊かな社会ができていくと。で、これが理念経済学なんだとおっしゃってるわけですね。だから、信仰はこれから必要なんです。信仰がなかったら信用が生まれない。信用が生まれなかったら富がたくさん想像できない。豊かにならないで。そういうことをやっていかなきゃいけないということが三つ目の重要論点ですね。だから、結局ドラッカー先生のおっしゃることは、 もう統制経済やめなさいと。で、とにかく統制を破ったところから本当の成功者が出てくる。だから生き残ろうと思ったら統制破ってでも自分の頭で考えてチャレンジしてサバイバルしなさいと。しかもその中から真理に基づいたところが一番伸びてくるから。そういうところはこれから世の中を引っ張っていくんだと。こういう話でありました。まあそういうことでですね、えー、大事なのはだから最後の どうやったら心理に基づいてビジネスができるのか。統制を破って心理に基づいてビジネスする。その具体例がこれから大事になると思うんですね。ですから私も、まあ、及ばずながらスモールビジネスのレベルではありますが、心理に基づいたこの企業というものをですね、具体事例も挙げながら、あいろいろとお皆様にお伝えしてますので、 ご興味のある方は概要欄からメルマガに登録されて勉強してみてください。でもこれからいろんなこういう研究が必要になってくるでしょう。だからどうやったら心理に基づいてビジネスをしていくか。そして統制は破ってでもサバイバルしなきゃダメだということがドラッカー先生の結論でありました。ですから私はこれを学ぶことによってですね、本当に未来が見えてまいりました。ドラッカー先生はこのやり方なら 未来社会が想像できると。こっちが指針だ。この方向に行きなさい。ということが説かれておりますので、これは我々が学んで実践をしていかなければならない教えであります。頑張っていきましょう。エル・カンターレ。